談話室吉沢。ようこそ談話室吉沢へ。俳優吉沢亮さんの作品やお芝居、ご活躍について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。今日は何の日？吉沢亮さんの日。パチパチパチ。毎日が吉沢亮さん記念日。7月1日、過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしています。2012年、仮面ライダーフォーゼ41話放送。2014年、雑誌オーディション8月号発売。このエピソードでスタッフさんから、この時はメイクさんもスタイリストさんもなしでの撮影だったということで、もうね、昔からご自分でのスタイリングだったんですね。さすがです。2015年、DVD、地獄先生ヌーベー発売。スタッフさんよりアミューモバでのお写真、浴衣とアイスのやつのアザーカット公開。2017年、カレンダー7月が鍵ということで、プロフィールの好きな食べ物にそろそろ追加しなくてはとおっしゃっています、スタッフさんが。今ではね、もう当然のように、鍵といえば吉沢さん、吉沢さんといえば鍵という感じです。何事にも始まりがあるもんですね。と、舞台、羅生門の公式ツイッターで吉沢さんから動画メッセージ。それから、ドラマ、下北沢ダイハードの予告動画公開。で、全部の出演者がパッ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 とワンシーンずつ出てくる感じなんですが、もうめちゃくちゃ良い陰影の吉沢さんです。2018年、アンアンウェブのインタビュー。の猫の時の回ですね。あの子にメロメロというタイトルです。吉沢さんがメロメロするのはもう動物か赤ちゃんだけですから、ね。と、カレンダー壁紙、アミューモバさんより配信。2019年、CM、マイナビバイト、放送開始。パチ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 。それと、雑誌、CM Now Boys。あの、表紙のピアノのやばいやつ、発売。祭りですね。と、映画ママレードボーイが Hulu とネットフリで配信開始。夏空の方はこの日が月曜日で14週と勝ちさ戻ってこいということで、天陽くん、初体持ちの天陽くんが見られると、息巻いておりますが、もちろんじらす男天陽くんなので月曜日からは出ません。楽しみにしております。2020年映画青くて痛くて脆いの主題歌入り予告動画解禁。それから映画キングダム、最初の作品ですね、が、配信開始。と、ライブビューイングジャパンさんからお知らせで、ハンサム2012の上映配信の日程発表と。2021年、ドラマ青天を衝けの DVD ブルーレイボックスの第1週が予約開始。これですよね、パッケージの絵の強さ、今見てもおーってなっちゃいますね。と、モデルプレスさんで今月のカバーモデルということで、7月は吉沢亮さんの撮り下ろし写真が1ヶ月間カバーになると。です。ご活躍でした。なんか配信開始とか多いですね。やっぱり7月1日ですからね。いやー、ご活躍でした。パチ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 。さて次は本日の吉沢さん。2022年7月1日、今日出会った吉沢さんをご報告します。なんといっても、昨日のキングダム2のジャパンプレミアのニュースですよね。のウェブサイトでは昨夜からガンガン出てまして、で、今朝になってスポーツ新聞各紙、それからワイドショー各局で広く取り上げていました。それぞれ特徴があっていいとこがあるんですが、私が見た中ではもうテレビ朝日のグッドモーニングがめっちゃ吉沢さん中心の扱いで、なんか大丈夫かなって思っちゃうぐらいでした。ありがとうございます。あと、目覚ましは、やはり、特攻へのナイスなリアクションというのをしっかり抑えてくださったり、タイムでは、豊悦さんとか、高島さんとか、佐藤浩一さんたちを従えて、声が震えたという、この、声が震える根拠のご説明がありがたいなと思ったのと、まあ、ジップは何しろ、パンダのせいせいの当たりの強そうな吉沢さんが楽しみすぎて、人間相手じゃない方が確実に生き生きしてらっしゃいますよね。もう来週から楽しみにしています。と、テレビ CM。昨夜のゼロ、アイリスオーヤマ、変な会社編と知りませんよ編2本続けて、と今朝の目覚ましテレビで生茶、新生茶葉の美味しさ、久々に見ました。二人のやつですね。と、鈴木ソリオ、マリンワールド編。あと、ラジオ CM、
日本放送ハッピーモーニングで鈴木ソリオのショートバージョン。で、まあ、今日から新しい三井住友海上火災保険の CM 放送開始なんですが、まだ出会えておりません。これから楽しみにしてます。あと、今日あれだ。まだ実は時間早いので、見れてないんですけど、アミューズプラス。ね、アミューモバとストラボが生まれ変わってアミューズプラスになるということで、楽しみにしています。などなど、今日も吉澤さんに出会えて幸せでした。パチ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 。さて、ここからは作品とお芝居について、仮面ライダーフォーゼ43話、双子明暗の真ん中あたり、ひどすぎるいたずらを繰り返す悪い方の勇気ちゃんが、実はゾディアーツスイッチを持ってて、双子座のホロスコープになったと。で、まあ、やられっぱなしのフォーゼ、駆けつけるメテオ、メテオも翻弄されっぱなし。で、やるなと、声を荒げて、ストームスイッチを押そうとするんですけど、ゲンタロウに止められちゃいます。で、なぜ止めるとか。あとトランプのカードをね、貼り付けられて爆破させるんですけど、カードがついてるって言われて、え？とか、どういうこと？とかってカードを探したりするのがちょっとナチュラルで、いい感じにナチュラルさと、男臭いかっこよさがミックスされてて、こう、新境地だなとちょっとワクワクしたりしました。で、本当に勇気がこの悪いことをしてるのかっていうのをライダー部でね、話してるときに、まあ、源太郎が中途半端に疑っている中、流星くんは、勇気くんが誰かに操られてる可能性だってある、とか、あと調査を進める健吾の話を聞きながら、いいですよね、研究員とか科学者みたいなのすごい似合うんじゃないかなって思わせるような、いい感じの横顔で、厄介な相手だな、とか、言います。で、まあ、源太郎が、勇気への、優しさがいっぱいなので、疑い切れずにて、すごい微妙な、でも変身するとこ見ちゃったからみたいな感じで、微妙にしてると、勇気が切れて、いっそ流星君みたいにきっぱり疑ってくれた方が気持ちいいよって言い放つんですが、まあ、それに、むちゃくちゃ流星君がうろたえるんですよね。俺みたいな感じで。ここがセリフがないんですけど、仕草だけでもひたすらうろたえております。で、まあ、そのまま源太郎と勇気が揉めて勇気が出てったりするんですけど、その、源太郎と勇気の話ではあるんですが、背景画のようにですね、流星くんが、昭和な茶番を繰り広げてまして、こう、走って出ていく勇気に、つんのめり気味に腕を差し伸べたり、周りの先輩たちに、俺が悪いの？みたいな感じに、無言で顔を寄せていって、で、相手にされず、がっくりと、うなだれて、足を引きずり気味に壁に向かっていくと、とも子ちゃんが慰めに来てくれるというような、もう実に、無音の昭和な茶番が後ろで繰り広げられてて、味わい深いです。もう自由だったのかな？好きにやっていいよ。もっとやっていいよみたいに言われたのかな？演出の方に。面白いなと思っております。はい。というところで今日はここまで。明日はこの続きいきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いください。それではまた。